so annoying that you're smart. That your casual conversation, even the short duration, can cover everything. 皆さん、こんにちは。やっこです。여러분、안녕하세요。やっこ입니다。めっちゃ久しぶりのね、Vlog になってます。待ってくださった皆さん、本当にね、ありがとうございます。それでは、楽しんで見ていってください。いただきます。韓国のラーメンでこういう麺ってあまり見えひんかも。この細い麺。天気めっちゃいいこんな感じ。で、店文字もまだマシちょっと暑いかも。저혼자예요오늘아샤츠아힘들어씨なんかアシャツってあんまり多分日本では聞かんと思うねんけど、あのピーチアイスティーにコーヒーワンシャット追加したらアシャッツってやつなんだけど、めっちゃ美味しい。これやばい。なんか噂によればペクターバンのアシャッツが一番美味しいらしい飲んだことないかわからんけど、暑いな今日。でね、この時が本当にね、中間テストも近づいてきてるぐらいやって、もうね、余裕がね本当になかったですね。でね、なんと本日からバイトいたします。韓国で初めてのバイトやからね、めっちゃ緊張した。いただきます。ちったら。定番粉でもしかして。いただきます。ん？これ。おいしい。初バイト成功なんとかね、初日終えた。疲れた思ったよりも今日は暇やった日らしくて忙しくなかったんやけど、わあ難しいね。全部韓国語でしなあかんし、韓国語で初めての接客やから、もうなんか頭の中で言葉がいろいろ交わりすぎてわからんかった。うん。けどなんかいつもお店行ったらしてくれはるサービスってか言葉をそのまま自分が言っただけやけど、いけてるんかわからへん。自信ないけど、なんかなんとか続けられそうです。はい。これからも頑張りたいと思います。今学期は会計がね一番難しいんやけど、もう計算頭がほんまにねパンクしそうです。이번에계란프라이예쁘게만들고싶어서다이소에서사왔어요。다이소で手に入れた目玉焼きの器具です。これは前にね登録者の方がプレゼントでくださったジェユポックンです。いただきます。やっぱり市販のやつが一番美味しい。오늘고마웠어요。내일봐요。내일봐요。家帰ってきたらね、こんな感じで買った服が届いてました。もう春っていうことで新しい服をねちょっと調達しようと思って買ったんやけど、これおなじみのこれね。私はでもほんまに毎回毎回同じコーディーブックさんで買ってます。趣味を今からちょっとプチファッションショーします。俺もねちまちゃんもぷっくろんだよ。久しぶりのスカートはねちょっと恥ずかしい。살짝배가보이는옷도샀어요。ちょっとね、お腹見えて恥ずかしい。パリバケットが新しく出た薬価が入ってるタルト。もうこれ、インスタで見た瞬間に、すぐ、パリバケット行きました。奇跡的にラスト1個やったんですよ。もうこれは運命感じて、買ってきた。なんか、12時前やけど食べたくて、どうしても食べたくてね。
食べます。こんな感じで、なんかなんて言って説明したらいいか分からへんけど、ちょっとシナモンの感じ、けどシナモン嫌いな私もめっちゃ好きで美味しく食べれるから、多分一回みんな食べてみてほしい。いただきます。めっちゃ楽しみ。うん、何のタルトやろ。うん、うわ、焼くだけで食べたくなっちゃう。아침에제일많이먹는메뉴가계란덮밥인것같아요코노메다마야키동가이치반간단야시호마리네이치반타베르아사고한노메뉴에대해서메다메다마야키성공했다이다키마스이렇게ふりかけ랑같이먹으면되게맛있더라고요ふりかけとねこの目玉焼きの最高のね相性夜にね授業がある日やからそれまでね勉強します。밤에수업이있는날이라서그때까지는공부를저는개인적으로이게학식에서제일맛있더라고요학식の中でこれがね個人的に一番好きです。ちょっとお腹すいた。ほんまこの夜授業があったらめっちゃ曖昧なんですよね。だってほんまに5時とかに夜ご飯食べて寝る前もう1時とか2時になったらめっちゃお腹すいちゃっていつも辛い。제가좋아하는총각김치예요그거네小さい大根のキムチめっちゃ美味しいんですよ。教授に見さずしんトーストやこの間ね授業で教授さんがねこのトーストを買ってくださいました。嬉しい。こんなイサックトースト初めて食べる。こんな形で食べるとは。これは前ケーキについてきたやつ。どうやって食べよう。いただきまーす。何入ってんやろ。うん。おいしい。思ってたよりも甘いかも、めっちゃ。제가또건지를안보고왔더니 수업이없대요오늘 아진짜